姫幹線は、兵庫県明石市国母2丁目の国母交差点で、国道2号より分岐し、加古郡張間町、加古川市を経て、高砂市中筋1丁目の姫路バイパス、高砂西 IC 手前に至る道路である。全長2 2 6 4トル名強とも略する。愛称は、民姫グリーンロード。国道255本道の一部をなす。 民姫とは起点の赤獅子と直接つながってはいないが、広域的には終点の姫路市から取られている。1967年に着工、1980年に一部二車線での暫定供用を開始し、1989年に全区間が四車線となった。全線四車線でカーブの少ない高規格道路。長らく国道250号のバイパスだったが、 現在は、従来の本堂に代わって単独で、国道250号の本堂となった。旧来250号の本堂だった区間は、兵庫県道718号赤市高砂線に、降格された。国道250号には、国道2号に比べ、瀬戸内海寄りを走ることから、旧道時代から、浜国道との通称があるが、高砂市伊藤の旧区間が国道でなくなってからも、 引き続き旧区間が浜国道と呼ばれている。民姫幹線は今は本道だが、民姫幹線の方が通りが良く、浜国バイパスと呼ばれることはあっても、浜国道とはあまり呼ばれない。中野東交差点付近、別府鉄道土山線廃止前に、東港車線と橋脚が完成したが、同線の廃止で、再行車線のオーバーパスは見送られた一部の交差点では、 オーバーパスが設けられている。鉄道との交差は、国部交差点のすぐ南、西明石駅の下をくぐる形で、山陽新幹線、山陽本線と交差しているほか、異性で並行する山陽新幹線を3回、アンダークロスしている。踏切はない。かつては、別府鉄道及び国鉄高砂線をオーバークロスしていたが、現在は両線とも廃止され、 名残のオーバーパスが残る。このうち、旧別府鉄道との交差2箇所は、東高車線のみがオーバーパスとなっており、鉄道廃止後に増設された採行車線は地平面を通っているため、東西で信号の有無がある。廃線後は道路やサイクリングロードとなっている。ありがとうございます。